オープンバッジは技術標準規格に沿って発行されるデジタル証明認証。資格情報を SNS などで共有、オープンバッジの内容証明を行うことが可能。もともとはモジラがマッカーサー財団からの資金提供を受けて開発した企画。オープンバッジ標準では成果に関する情報をアーカイブして画像ファイルにメタ情報を埋め込むこと。また、 バッジ検証のためのインフラを確立する方法について説明している。この標準は2017年1月1日をもって正式に IMS Global Learning Consortium に移行した。2011年、モジュラはオープンバッジと呼ばれるオープンテクニカル標準を開発し、複数の教育サイトでデジタルバッジを発行、収集。 表示するための共通システムを作成及び構築する計画を発表した。オープンバッジプロジェクトを立ち上げるために、非公式の学習、教育の独占状態を打ち破り、個人のモチベーションを高めることについて、300以上の非営利組織、政府機関などと協力。モジラは2012年にオープンバッジ数1.0を発表し、シカゴ市と提携して、 夏の間4から24歳の地元の若者の活動を継続して参加させるための機関であるザ・シカゴサマー・オブラーニングを立ち上げた。パーデュー大学、マウス、英国を拠点とするデジタルムなどの機関や組織はバッジを採用し、モジラはオーストラリアとイタリアから中国とスコットランドへのバッジプログラムに国際的な関心を寄せてた。2013年までに 全米で1450以上の組織がオープンバッジを発行し、シカゴ市においては、モジラのパートナーシップは、市の教育機関に発展。これは、ソルの成功の代表的な事例である。モジラは2014年にオープンバッジエコシステムの構築とオープンバッジ仕様の推進に取り組む組織と、個人のネットワークである、バッジアライアンスを立ち上げた。設立メンバーには、モジラ、 マッカサー財団、ディジタルム、スプラート基金、ブラックボードが含まれる。オープンバッジエコシステムに貢献するために、バッジアライアンスを通じて6大陸の650を超える組織が登録した。2015年、コンセントリックス会はオープンバッジの実装として機能するオープンソースプロジェクトバージアを立ち上げた。バージアサーバーはジャンゴフレームワークを使用してパイソンで記述。 ソースコードはバージョン3で利用可能。2016年の初めに IMS グローバルはデジタル証明書の相互運用可能な標準としてオープンバッチスへの取り組みを発表し、2016年の終わりにモジラはオープンバッチス標準のスチュワードシップが正式に IMS グローバルに移行すると発表した。2018年後半モジラは モジュラバックパックを廃止し、すべてのユーザーをバジアに移行すると発表。2020年代、世界各国でもオープンバッジ活用の動きが広がり、プラットフォームベンダーが生まれた。日本においては、ネットラーニングなどの数社がオープンバッジサービスを開始している。オープンバッジは、学術用途と非学術用途の両方を含む、幅広いデジタルバッジの用途に対応するように、 設計されている。仕様は3種類のバッジオブジェクトで構成。バージョン1.1以降、オープンバッジには有効な JSON LD を使用する必要がある。バージョン1.1は拡張機能も追加された。発行者、稼ぎ手、または消費者がバッジに追加された情報を理解できるように、バッジオブジェクトを共同で拡張するための標準形式に従う構造。 発行者はバッチに新しいタイプのメタデータを含めるように拡張機能を定義して公開可能。他の発行者は同じ拡張子を使用して相互に認識できる方法で同様の情報を公開できる。Open API が Experience API、Activity AP Stream から参照できるように探索的なプロトタイプドラフトザッピボキャブラリが定義されている。 ありがとうございます。